京都ここにあるんだ。ああ、そっか。うん、個性公園。京都で別れてやったんだよ。京都で不評出てる。不評は一回に集めてやった。これが正面なの。あんまり撮ってもいないけど。でも2年ぐらいで手放さないと価値がなくなっちゃうのね、車の、うん、それを買いたい人も来るんだからね、うん、車の買ったやつが来たな、車の買ったら600万出資した、うん、なんであんなの乗れてるなめて言ってさ、あのリッター、4リッター、キロ4リッターが難しいな、うん、そのたびにね、売れ持ちはいいですよね、全然軽い約束です、うん、あれが一度だけど、あ、これ俺が、ん？俺が買ったお茶だ。あ、そうか、うん。水でいいならこっちやるよ。少し残ってく。うん、うん。何でもいい。うん、喉が変なの。いや、水は本当あの飲んだ方がいいって。そう。血が固まんないで。うんうん、あ、そうですね、うん。しょっちゅう飲んでればいい。うん。しょっちゅう飲んでればいい。裏が水飲まないからダメだな。うん。昔、連盟の本社にいた時はね、はい、あの全国の課長会議なんてのがあるんだよね、通信局の、そうするとね、みんな酒下げてくるんだよ、いろんな地域の全国の、うん、あ、私も全国、あれですね、全国調査のプロジェクトに行った時はみんなそんな感じでしたね。お、すごいね、サンタさん、派手だね、ファンタさん腰振ってる俺なんかこれ、ええ、純米大吟醸なんてあんまり飲まない、飲み気にならないよ。あ、余ったそれは 量がたくさん飲めない。それでね、あのやっぱりあのほら女の子供がね、はい、子供っていうんだけど、女があの飲むようなのを作っちゃうからね。あ、
結構いい時間になったな。本当に。え、この後は道の駅に、うん、道の駅かね。足を持ち上げて面白いと、面白い取り方するんだな。ご飯式。ご飯式。あの芋の。そう、芋をたくさんこれよそって。ご飯じゃない、ね。ご飯じゃん。ご飯が取れないとこだったんで、うん、昔から里芋は。いい里芋。あの林農寺かなんかでやるのは。あれはまあ、ね、あ別、うんうん。あれよりなんだから、あの上の、うん、ご飯式のが古いっていう話だけど、それわかんないよ今。で子供がしたいの、うん、あれなんだ、代々子供で仕込むんだ、ご飯時期もすなってこんな展開始めてイエーイって言ってきてずけずけ、それとなんだかね、うん、馬の遊びっていうのやんて、なんだかわかんない、うん、大きいを持ってきて、これ乗っかって、うん、わーわー馬の遊びやんて、そんなこと、うん、なんだか素朴って言えば素朴だけどもなんだ子供がやる、大人が子供やるんだ。なんだ、三仏堂のあれは、うん、あれは大人だよ、大人だ、あれは2万円出すんですよ、うん、あれなんだ、あ、そうか役所しかなんかの寂しいもんね、やれやれ、みんな町内役員さ ん、 うん、それとかそれとかね、関係者、2社1に関係した人はお金持ってとか、そうなんだ、あと前もってお客様が予約、ね、あの、向き合ってるからお客様が、うん、何もバカになんかしてない。清滝なお兄さんは元気け？分かんない。元気です。元気。元気だけど、うん、腰が曲がってた。まあ、うん、元気って、まあ、それなりに。あれ、アイスホッケーこうやってやってからだよ。なんだろうね。なんだかね。腰曲がってた。うん、だってやったのは随分昔のものでしょ。去年だったっけ、一昨年だったっけさ、30ぐらいまでだろうね、アイスホッケー、横浜のあの、あの、伊原の兄貴と、ほんで行って、ほんで清滝の兄貴と、あの、鬼怒川行って、たまにはね、泊まって、あの、やるべしたらね、あの、清滝の兄貴の嫁さんがね、そんなことやって、あの、心配だからダメだっつ。あら、うん、ね、ほんで全然、あの、行きましょうよって言っても行かないよ。ほんで、パンになっちゃう。そうなんですよ、YouTube って見れるんですよ、最近のやつは。あ、今の、あの、もしかすると見れるかもしれないです。で、お母さんが弾いてるんですか？先生は。本人が面白くなったんですかね。
自分のお母さんから離れていって当たり前だから、うん、それでも練習は嫌なんだよね、うん、嫌だと思うよ、こういう場所でいいとこで、ね、本番を弾きたいよ、ね、そんだけそれには練習練習ちょうど二人で弾いたのが初めてだと思うよ。これがコンサートマスターだね。ああ、なんだ。なんで第一バイオリンっていう感じで弾いてんだね、今ね。お茶入れてくれたんですか、はい、すみませんね、うん、ありがとうございます、うん、お茶の方がうまくなってきた、うん